東松山市役所敷地内に立つ松山神社跡の石碑。松山神社は武蔵国悲劇郡松山町にあった前橋藩の神社である東松山市指定史跡。幕末川越藩主であった松平直勝が居城を川越城から川越藩時代の国高をもって大改修した前橋城に移転し前橋藩とした。そのため悲劇郡 高来郡、入間郡、埼玉郡周辺の6万国余りの領地が、前橋藩から見て飛び地になることから、この地域の統治を行う目的として、慶応3年に建設された。ちなみに、川越藩時代には、前橋周辺を統治する川越藩の前橋陣屋が、前橋城内に設けられていた。周りを土塁と白兵。 さらにその外側を堀で固めた陣屋としてはかなり大規模なもので、敷地は約8万7千平方メートルに及び国内でも最大規模だったと言われる。陣屋というよりは前橋城の市場としての性格が強かったと推測される。しかし幕末に設置されたこともあり、わずか5年で廃藩地県を迎え、その役目を終えたとされる。敷地は 現在の松葉町一丁目全域にあたるほぼ正方形に広がっており、東松山市役所、松山第一小学校を中心に、その南側の旧小川街道がある、在木町の武蔵野銀行のところから、八幡神社のところまでが該当する。この旧小川街道の北側に沿って、馬水場があった。武蔵野銀行があるあたりに、広小路と呼ばれる広場があり、 堀を渡った大手門の先には、現在の総合会館のあたりに、御殿、市役所のあたりに奉行所があった。その西側には町奉行、家老、幽体、小幽体、環状奉行、目付、渋滞の屋敷が配置されていたほか、生誕の山田神社のあたりが出来るわとなっており、ここに鉄砲場が設けられていた。また、旧小川街道の南側には、足軽の長屋が広がっていた。 明治以降は5点を中心に役所として使われたものの、現在ではほとんどその意向は残されていない。が、東松山市役所の一角に、前橋藩松山人や跡と書かれた石碑と案内板が設置されている。ありがとうございます。